どうしたんだ翼、ずいぶん体調が悪そうだけど。うん、最近ちょっと寝不足なのかも。あのね、私とキリアさんに新しい仕事のオファーが届いたの。二人で歌う新曲を化粧品 CM のイメージソングに使いたいんだって。すごいじゃないか。ありがとう。私今回はキリアさんと対等の立場として堂々と歌を歌ってみたいんだ。でも今の私の実力じゃまだまだキリアさんには及ばない。だからいろいろと特訓してるの。大丈夫か翼、体調が相当悪いんじゃ。少しクラッとしちゃったみたい。心配かけてごめんね。いろいろしてる特訓ってどんな感じなんだ。まずはヒップホップの勉強でしょ。あとはリズム感を鍛えるために一晩中メトロノームを見つめ続けたり、今の私にない新しい自分を手に入れるために毎日研究してるんだ。それは寝不足にもなるよ。私なりに頑張ってるつもりなんだけど、いくらレッスンしても何かが足りないような気がしちゃうんだよね。それでね、私思ったの。この場所で新しく宝箱を見つければリオもきっと成功するはずだって。この前はあんなにうまくいったんだもん。今回だって宝箱があれば何か答えが見つかるはず。俺にできることなら何でも協力するけど。ありがとう樹くん。じゃあ早速出発だね。いつき、今の話を聞いてあなたはどう思う？頑張りすぎというか、それに頑張りの方向がこれでいいのかなって感じが。そうね、翼にはもうしっかりとした実力がある。一緒に歌っていて私はそう感じるわ。はい、俺もそう思います。だから翼が私に挑戦しようとしてくれてるのは嬉しいんだけど、今のあの子は一人だけで何とかしようと思いすぎて空回ってる。私たちは二人でデュオなのに。言われてみると確かに翼ってそういうところがあるのかもしれませんね。十分な実力を持ってるんだから変に遠慮なんてせずに思ってることを私に教えてほしい。翼と私はもう対等なんだから。翼に言ってあげないんですか？キリアさんからそう言われたら喜ぶと思いますけど。翼に直接っていうのはなかなか伝えづらくて、私がうまく言葉にできればいいんだけど。わかりました、俺少し翼と話してみます。ありがとう樹。俺が力になる。行くぞ。蹴散らしてくれ。セッション、いける。当たってた。お願い。敵は作ったわ。いけるわね。信じてるぜ。頑張って。ラウンドワン。いつき、当てるか。まだまだ。当然。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。
俺を構えろ、イツキ。敵が現れたぞ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、承知。この間合いなら。お前だ。今だよ。血は作ったわ。ぶちかましてきなさい。キリアお姉ちゃん、フィニッシュ。俺たちは負けない。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。なあ翼、頑張りたいのはわかるけど、ちょっと張り切りすぎなんじゃないか。イツキ君、あのね、私キリアさんと一緒に仕事をして思ったんだ。キリアさんはやっぱりすごい、神様みたいな人なんだなって。ギブミーで共演してリインカーネーションをカバーさせてもらってよくわかったの。それに友達以上恋人未満をあんな風に歌えるなんて私には考えもつかなかったもん。翼だって十分すごいよ。ギブミーの時はちゃんとキリアさんについていけてたじゃないか。ありがとう。でもそれはきっと勢いで駆け抜けただけ。舞い上がってたっていうのかな。もちろんあの時は全力で頑張ったけど、今回はそれよりもっと上を目指したいから。翼はもうキリアさんとも対等に歌えるって俺は思うけど。私なんかがキリアさんと対等だなんて、そんなこと絶対ないよ。翼を今までずっと見てきたからこそそう思ったんだ。これまでいろいろな仕事をこなして、たくさんの人を笑顔にしてきただろ。綾葉さんを救ったり、あの前川あずさだって超えてきたじゃないか。いつき君、新しい魅力を探さなくても翼はもう自分だけの武器をきっと持ってる。これまでやってきたことをもっと信じてもいいんじゃないか。そうかな。自分がやってきたことを信じる。もう少し考えてみるね。いつき君、ありがとう。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。ナバール、俺に力を貸せ。任せろ。その技でいきましょう。最高のパフォーマンスを見せて。まさに蜂の絨毯爆撃だ。よろしく、ぶちかましてきなさい。繋いでくれ。よろしくね、ラストワン。もう終わったか。気をつけろ。落ち着いていこう。それよ、ファンタスティック、ちぎれろ。よし、倒したぞ。行け、キリアさん。行けるわね。次頼むぜ。行けるわね。頼めよ。どうもです。
俺を構えろ、イツキ。やっ、ひとまずは安全、敵が現れたぞ。落ち着いていこう。決めてみせる。やった、倒せた。抜かりはないか。愚問だな。その技でしましょう。ここは俺の間合いだ。まさに味の…いつき君、この日を逃すな。君は作ったわ。あとはよろしくね。やらん、頑張って。大成功。声援が、熱狂が俺の力に。敵が現れたぞ。やっ、一気に片付けよう。俺だって成長してるはず。よく頑張ったな、イツキ。準備 OK だよ。仮の刃よ。この手応え、織部翼。一気に行きましょう。マイコ、ぶちかましてきなさい。やろう。よろしくね。フィニッシュ。やれやれ。敵の気配は消えたようだ。どうしたの、翼。イツキ君、私考えたんだけど。話は後にしよう。行くぞ。覚悟はいい。聞くかどうかわからんな。これが交番だと。真打ち登場だぜ。手応えありそうだ。やってみねえとわからねえな。うわ、この戦い絶対負けられないよ。あとはお願い。任せなさい。奪ったパフォーマー返してもらう。よし。絶対に負けられない。よし。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。これだ。どうする。イチかバチか、遅い。行くぜ、相棒。ヒーローらしな。やってみねえとわからねえな。うおー、
振りつかれ、今だ、今よ、つなげ、翼ちゃん、決まった。やられる準備はできたかよ。よし、おー、よし、かかってきなさい。どうかしら、これ頼んだ、次取るぜ。マイコ、気合い入れなさい。やれ、決まった。まだよ、この攻撃だ。これそう、これがいいの。繋いでくれ。よろしく、気合い入れなさい。やれ、決まった。ミラージュアタック、いけるぞ。了解、一か八かで俺に任せて。いけるか。いけるわね。あとは任せた。今よ、よろしくね、マイコさん。うんうん、うわっ、お、最高の散り際を用意してやる。いつでもいいぞ。うわっ、聞いたぜ。丁寧にな。行って、畳みかけろ。頼んだわよ。これで終わり。親玉打ち取ったり。俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。うん、俺のとっておきだ、受け取れ、トーマ。この力、受け取って、翼。我が力、受け取れ。やった、いいか。やったな。いい。翼、そういえばさっき何を言おうとしてたんだ。あのね、いつきくんに言われて自分のやってきたことを思い出してみたの。最初はただキリアさんに憧れてるだけだったのかもしれない。だけどいろいろな仕事を乗り越えてきたことで、きっと私も成長してるんだって思う。翼、いつきくんが教えてくれたからそれに気づけたんだよ。キリアさん、私、前とは違う今の自分をキリアさんにぶつけてみたい。そうよ、翼、あなたには私とは違うかけがえのない長所があるんだから。先輩後輩ではなく、デュオとして、お互いを高め合うライバルとして、私も翼と一緒に歌いたい。キリアさん、よろしくお願いします。私、キリアさんに負けないように精一杯歌ってみせますから。期待してるわ。今の翼の全部を私にぶつけてきなさい。そうすることで、きっと新曲はもっと良くなっていくはずだから。はい。宝箱が消えた？どうして？いいんだよ、いつきくん、きっと必要なものはもう私の中にあるって思うから。さあ、戻ってレッスンの続きよ、翼。はい、キリアさん。Thank you.
なんだかご機嫌ですね、舞子さん。当然よ。何せ翼ちゃんとキリアの仕事が絶好調だからね。 CM の評判もいいし、新曲も大ヒットしてる。事務所としてもホクホクなんだし、上機嫌になるのも当然でしょ。二人の歌、街中でも聞きますよ。店に入った時とかに流れてます。だしょだしょ。今うちの事務所にビッグウェーブが来てると思うの。翼ちゃんとキリアは何かこれから二人でやってみたい仕事ってある？そうね、ギブミーみたいなクールで可愛い感じの曲がまたやりたいわ。私は今までにやったことのない新しいジャンルの曲に挑戦してみたいです。いろんな経験の積み重ねが自信になっていくって思いますし。あら、キリアに言い返すなんて、翼ちゃんも成長したわね。言い返すだなんて。でも本当にそう思ったんです。いろんなことに挑戦していきたい、もっと成長したいって。翼、私もあなたに負けないよう今よりもさらに上を目指すわ。お互いに頑張りましょう。はい。それにしても、どうしたの、いつきくん。あの時どうして宝箱は消えてしまったんだろう。今までそんなことはなかったのに。気になるならチキに聞いてきたら。あの子なら何か知ってるかもしれないわよ。宝箱が消えた理由？チキならわかるかなと思って。もしかしたらだけど、翼お姉ちゃんが自分で成長のきっかけをつかんだからじゃないかな。自分できっかけを？うん、あの宝箱は素質があるのにできなくて悩んでる、そんな人の願いに反応して成長のきっかけをくれるものなんだと思う。自分できっかけをつかめた人には必要なくなるから、宝箱は勝手に消えちゃったのかも。確かにそうかもしれないな。翼はどんどん成長してるから。でも答えにたどり着けたのは私一人だけの力じゃなくて、チキちゃんの見つけてくれたあの場所での経験があったからだと思う。だからありがとう。うん、私こそ翼お姉ちゃんを手伝えてよかった。そういえば翼、今の自分をキリアさんにぶつけてみたいって言ってたよね。うん、改めて言われるとなんだか恥ずかしいね。あの時翼の新しい面が見えた気がして驚いたんだ。あんな風に言うことができたのは、いつきくんがアドバイスをくれたおかげなんだよ。ずっと私を見守っていてくれたいつきくんの言葉だからこそ勇気をもらえたの。やっぱりいつきくんはいつでも私に勇気と元気を与えてくれる人だね。きっとこれからもずっと。俺もそうでありたいよ。翼は大切な幼馴染だしな。幼馴染だからか。いいの、全く一輝くんは罪な男ですよ。でも一輝くんが私に勇気をくれるなら、私もしっかりと答え続けなくちゃね。私なんてみたいな弱音はもうなし。自信を持って胸を張って誰にも負けないお仕事をして、それで見てくれる人みんなを素敵な笑顔にするのが今の私の目標なの。これからも
たくさん樹くんの知らない新しい私を見せちゃうから、楽しみにしててほしいな。ねっ。